はいどうもです、えー。買い物大好き、駄菓子大好きはいでございます。今日はね、えー、お休みでして、イオンの方にね、ちょっと用事があって、久しぶりに行ってきました。まあ、駄菓子屋さんが中にあったんで、ちょっとね、気になるものと大好きなものをちょっと購入してきましたんで、まあ、量的にはね、まあ、こんな感じで少ないんですけどもね、ちょっと紹介していこうと思います。しかし暑いね、うん、体調管理気をつけないと。はい。 えーまあ、何から行こうか駄菓子から行こうか。久しぶりに買ったチョコバット。チョコバット自体はそんな好きな駄菓子ではないんだけど、やっぱり懐かしさはあるね、くじ引きだったりする、くじがついてたりするんでね。まあ、30円ぐらいだったんで、通常通りのお値段かなというところでございます。はい6月ぐらいかな、値上がりするなんて言われてるもチョコモナカジャンボですけど、今日は。 セールで税込み95円だったんでね、ちょっと購入してきました。うん。まあ、そんなしょっちゅう食べるほどではないんだけど、まあ、定期的にね、年に何回かは食べてるんで、今回ちょっと安かったんでね、そういう値上がりのことも考えて購入してきました。はい。ガリボリラーメンですね。これ20円ぐらいだったかな。うん。ゼロ秒チキンラーメンの駄菓子みたいなやつですね。むしろゼロ秒チキンラーメンのが後のような。 先であり、後のような。うん、まあ、なんとも言えないですけどね。あの、そのままかじるって意味では、こっちのが先かもしれないです。うん。ただ、昔の子供たちはね、チキンラーメン、普通のチキンラーメンをかじってたと思うんです、そこら辺はちょっと、まあ、置いといてもらって。うん。ガリボリラーメン。で、はい。えー、どんどん焼きね。うん、ソース味が普通かな。うん。キムチ味買ってきました。20円だね。これも値上がりはしてなかったな。 で私好き。これよく食べてた昔はね、これ10円だからコスパが良くてさ、うん。昔はね、もち郎ろ当たり付きだったと思うんだよね。どんどん焼きの方だったかな。確かこれだと思うんだけどね、中に紙が入っててさ、ちっちゃい紙がね。で、当たりだとね、あのもう一袋もら,えるもらえるってやつなんだけど、大体食べるときこうさ、開けちゃってさ、もう口の中でガーって入れちゃうから、当たりも一緒に食べちゃうっていうのがね、食べちゃうって飲み込みはしないけど、口の中に入れちゃうっていうのがね、 あるあるだった気がします。確か。はい。はい。ブラックサンダーね。うん。これも特別値上がりしないね。通常通りでした。はい。2個買ってきました。はい。どんぐりコーラ。まあ、コーラは基本的に好きなんでね。コーラ味をちょっと選んじゃってるかなっていう部分もあるんだけど、どんぐりコーラ、10円ですね。うん。でこれ私大好きなのよ。セコイアチョコレート。ちょっとパッケージ変わったかな。うん。20円だったな。 これ昔30円だっていうような大えがあるんだけど、ちょっとあやふやです。はい。普通のノーマルタイプね。で、これ好きだからね、もう一個チョコ買って、あと、イチゴももう一個買ったから、そのうち出てくる。で、これ、ビンラムネ。成久さんが好きで箱買いとかしてるんだけど、私ね、こっちで見たことなかったのよ。で、今日行ったところあったからさ、買ってみた。うん。 もうね、これをね、食べたくて食べたくて、吸いたくて吸いたくてしょうがなかったんだけど、このうさちゃんみたいにね。うん。やっとあったわ。前からは多分ないと思うんだよね。うん。でも高いこれ、70円ぐらいした1個。うん。ちょっと高いな。出てきました。セコイアチョコレートのね、いちごこれよく食べてたな。ほんと好きで。あ、今回ね、うまい棒値上げしてたんでね、うん、買ってないです。12円。で、そう、あの、 かば焼きさん太郎あるじゃないですか。あれも値上がりしてて、やっぱり12円になってたね。うん。いくつか値上がりしたのがありそう。はい。私好き。私好きっていうか、懐かしいね。よくね、中学校時代、ポッケに忍ばせてた。小腹が減ったら食べてた。焼きそば屋さん太郎。あれ買おうと思ったんだ。キツネのやつ。ドンキツネ太郎だったかな。うん。それを1個買おうと思ったの忘れてたわ。ちょっと卵安かったんで買った。 なぜ買ったかっていうと、焼きそばがちょっと食べたくて、カップ焼きそばばが食べたかったのね。で、これが一番安かったのよ。明星の評判屋。これね、何回か食べたことあるんだけどね、ほぼほぼ食べてないんでね、うん。まあ、味もね、あのリニューアルして変わってるだろうし。で、何よりね、カロリーがね、493キロカロリーで一番少なかった。ごつもりね、800近かったしね、UFO は556キロカロリーあった。 しかも食塩相当量がこれ2.2だから少ないのよね。他のやつは5.9とか5.6とかあったから、あ、塩分30%カットって書いてるんだ。これは私には優しいな。まあ、500kcal ロロを優しいと取るかは置いといて、うん。これで明日のね、お仕事用に飲むドリンクのね、クラフトボスのラテ、うん、買ってきました。79円。税抜き79円で安かった。で、これ、たまに食べたくなる。 昔懐かしきなこぼう、ね。きなこぼの駄菓子は結構いろいろあるんだけど、よくあるのがつまようじの先にこれの半分ぐらいのがくっついてて、つまようじの先っちょが赤かったら、あたりでもう一本っていうのあったんだけどね、私小さい頃はね、あのきなこぼは食べてなかった、うん。むしろ大人になってから食べ出したかもしれない。し、うん、ょっちゅう食べるわけじゃないんですけどもね、買ってきました。で、はい、サンデーカップ。これもね、あのチョコモナカジャンボと一緒で。 税込み95円で安かった。まあこれ安くなくても買うんだけど大好きなんでね。うん。で最後これ、初めて見たか、一回見てるか分かんないんだけど、ビッグカツが好きなのよ、私。うん。このルさんじゃないやつね、確かね。うん。違うメーカーのやつです。よく動画は出してるんだけど、それのポークのうまみ感じる気分はまるでハムカツ風味ってことでさ。 ビッグカツハムカツっていうのが出てたからちょっと買ってみた。お値段30円ぐらいでしたね。うん。これちょっと食べようかなと思って。はい。ってことで以上でございます。量としてはね、大したことないんだけど、結構気になるもんだとかを買えたんでね、うん、楽しかったです。ご視聴の方ありがとうございました。それではまた。バイバイ。